はい、じゃあね、結び方のコツを伝えておきます。で、結論から言うと、難しく考える必要はないんです。こう結ばないといけないとか、何々結びとか、いろんな名前あるじゃないですか。そういうのはいざという時に、ね、普段仕事でやるなりんですけど、いざという時にあまり使いませんので、あと覚えてないですので、もうね、適当でいいんです。例えばさっき縄ばしごで使ったやつね、ロープがこんな風にありました。見えるかな、こうだね、ありました。で、この途中にこれを止めたいんです、ね、ロープの途中にこれを止めたい、まあこうですね。で、どう止めようかっていう時に、例えば一つはね、今までこういう肩結びっていうのかな、やってる人いると思うんですけど、肩結びやると問題が2つあって、1つはほどけない、ね、
ほどけない、硬くなっちゃう。あともう一つはこの端っこがないと輪っかが作れない、ね、だから肩結びは基本はしないんです。じゃあどうするかっていうと、簡単なのは例えばここを掴んで、ここを掴んで、こう見るかな、掴んでぐるっと一周してやると、当然こういうループができるじゃないですか。ただのループですよ、ただのループ。そこに通してやると、これはね緩すぎるんです。じゃあほどけちゃうんです。なのでループを作ったらもう一回ひねるんです。ループをもう一回ひねる、でそこに通してやる、ね、これでもうさっきとも全然違うんです。硬くなりますっていうことなんかを一つは知っとったらいいです。ループを作ってもう一回作る、で通してやる、ね、でこっち側も同じようにすれば、もう摩擦でね、ロープの摩擦、こう面のロープなんか特に摩擦が多いので、ずれていくことがないんですね、下とか上に。まず一番簡単な方法ですね。ほどくときも端がいらないので、両端がなくてもいいので、縄の途中の部分で、ループを1回2回ひねってやって、そこに通すだけ。でもね、よく見るとね、これでもね、ほらこうなってるんです。見えますかね、こういう状態になってるので、こういう状態になってるので、上と下とにテンションが多少でもかかってたらもうこれずれないんですね、ということなんです。上と下テンションないとダメですけどね、はい、ということです。簡単でしょう、かけてやってもう一回かける、これはダメです。これじゃあね、こうコロコロいっちゃいます。なんであくまでも、かけてやった場合はどうすればいいのかな、なんかね考えればなんとなくわかるんですけど、もう一回ここにループを手で作ってやって、でこれをかけてやればいいでしょうね、こんな風に。それでも全然 OK です、強いです。さっきとは多分違う結び方になりましたけど、まあ、そんなもんなんですよ。要は適当なんです。適当でいけるということです。もう一回やるか、こうかひねって一回通してる、でこれじゃあこうゆるゆるずれちゃうということで、じゃあこの辺にもう一個作ってやって、これをここにかけてやる。そうするとお、なぜか強くなったみたいなね、結果的に同じ結び方かもしれません。どうでもいいんです。ポイントはね、どうでもいいということです。ただなんとなくなんとなくこれ慣れればわかるんですけど、ここにぐるぐる2回巻く3回巻くっていうのはあまり良くないね、ずれるんで、ぐるぐる回っていくんで、そういう時に、端があれば、この両どっちかの端があればね、この端を持ってきてこう結んだりできるんですけど、まあ得てして端がないとできないっていう結び方は不便なので、違うところでループを作ってかけてやるね、ほどけないようにかけてやる、それで OK です。はい、簡単です。要はね、慣れると何結びとか知らなくてもなんとなくね分かるようになります。ロープの摩擦が働くようなかけ方をするということが大事です。はい、では続きまして、3本の木で三脚をね今作りましたね。三脚あれもね、簡単なんです。適当なんですよ。ポイントは適当ということです。こうしなきゃならないっていうのはないんで、ただね、ロープの摩擦が働くように端っこをするとかいうことは大事です。やってみるとちょっと短いのでね、ちょっとミニチュア三脚でもやってみると、まず一番端どう止めるか、まあ、適当です。例えばさっきみたいに1周2周巻くだけでもいいですよ、こんな風にね、はい、これでもいいと思います。ただこの場合ね、こっちの端にテンション変わってないのでほどけちゃいますよね。だったらどうしようかなと、まあ、考えて1周入れます。で、まあ、テンションかければいいだけです。なので、まあ、こう肩結びにしちゃってもいいし、肩結びにするとほどけにくいなということだったら、肩結びの端っこを抜かない形、まあ、よく生活でもしますよね、こういう結び方ね、こういうね蝶々結びじゃないやつ、片一方が蝶々結びになってる、あれでいいと思いますよ。適当です。その時にできたやつでいいです。で、三脚作る時はですね、絶対に後でね、足を開いた時に縄が緩むんです。どうしても伸びますから。だから3本ねびっしりこうぎゅうぎゅうにくっつけて巻く、もうこれがポイントです。
そういうことです。で、3本くっつけたらじゃあ開かんじゃないかっていうと開きます。足が長ければ長いほどあのテコの原理でね、あのすごい力がかかりますので、これ短いからちょっと大変ですけど、こういうふうに開きますね、ということですので、難しく考える必要はないです。でぐるぐる巻くんですけど、若干開きやすくするためにはね、ある程度巻いた上でその3本のね木の間を通すんです。この縦にさっきぐるぐる巻きしたやつを、なんていうんですかね、ぐるぐる巻きしたやつをこういうふうにちょっとこう縛ってやるんですね。さっき横向きにぐるぐる巻きしましたよね。で今度木と木の間を通して縦巻きに入れるんです。もうそれだけでいいです。そうすると若干、ロープの隙間ができますので、でまたこういうふうに三脚ができると。でミニ三脚、端っこどうするのか、端っこはまた適当でいいんです。あくまで適当が大事なんですけど、例えば、一周巻いてまたさっきみたいに、肩蝶々結びみたいなね、こうやるとかもう全然 OK です。ということで、ね、しっかりとこんな風にね、あのぎゅうぎゅうに巻いたのにやっぱりね広がるんです。上から押したりすると、まあ、ロープ縄って多少伸びますしね、あのいくらぎゅうぎゅうっても人間の手でぎゅうぎゅうしてるだけですから、大きな力かかったら当然緩むんです。ということで緩んだ時にちょうどいいぐらいのこの足の開き方になるような開き方を探してやればいいです、ね、3本束ねて巻いて、あとは開きやすい木を開きやすい方向に広げて上から押さえてやるとしっかり固定する。簡単です。はい、バーナー2本あるとね、同時にできるからね、キーをね、小西の、白飯白飯、まあ、保存食ですね。でこれ開封して、脱酸素剤とスプーンを取り出して、袋の底をよく広げて、お湯の場合は、中水洗 160ml まで注いでかき混ぜて、で袋のチャックを閉めて15分待つということですね。はい、水の場合だと、60分でできますよっていうことですけどね。まあ、お湯を沸かしますんで、お湯でやりましょう。はい、アルファ米、ウルチ米国産で 100g 入ってます、うん。ということですね。これでカレーを作ろうと思います。カレーの方もね、もう出来上がってるこの、稲葉の深煮込みカレー、中辛、常温でも美味しいと。まあ、温めなくても美味しいですよと。書いてますけど、まあ、それ温めた方が美味しいよね。はい、まあ当たり前だね。ということで、これをね、なんかのどうにかして温めて、かけて食べようと思います。
思ったんだけど、直接これでいけるんちゃうかな。まあ、自己責任で、缶詰ってね、直火ダメですよっていうのが普通なんで、書いてますかね、どっかに。缶のまま直火や電子レンジで温めないでくださいと、まあ、書いてるよね。はい、だからね、ダメなんです。まあ、この辺はね、もう自己責任です。缶によってはね、有害なものが出るからダメっていう場合もあるんでね。まあそう考えたら、なんかこういうクッカーとかでやった方がいいかな。クッカー使おうかな、せっかくだから。使いましょう。ちょっとね、最初に水で湿らした方がいいと思います。汚れがね、取りやすくなるので、ちょっと水を入れます。水というか、今沸かしてるお湯ね。ちょっと入れて、お湯は切って、こうやってから入れると、割とね、よいしょ、後で掃除が楽。はい、缶のままやろうかと思ったんですけど、たまたま今日はスノーピークのね、ちょうどいい器をたまたま持って、それがたまたま目の前にあるので、まあたまたま続きであったので使います。硬い。こういう感じですね。やりましょう。一応蓋しとこうか。早すぎるね。めちゃくちゃ早い。これは何でも早い。そんな超強みでもない。いいね、めちゃくちゃ早かった。早すぎる。まだ赤米できてない。熱くないのがすごいよね、取っ手がね。よし、こうしとこう。はい、ということで開けましょう。こうなってるね。スプーン、脱酸素材で、底をよく広げて、よく広げてるかな、もともと広がってるから別にいいじゃん。でこの中のまたあれだね、注水線が見えないパターン、あの線のところめがけて入れればいいということで、沸騰待ちです。はい、沸いた沸いた。よしよし、じゃあ行ってみましょう。これをね、水入れすぎるというミスだけはしたくないからね。あの線がね、見えなくなるんだよね、途中で。あとね、このポットはね、湯切りが悪いからね。いきますよ。これぐらいだ。よし、よく混ぜます。よく混ぜて、混ぜるって言ったって沸騰してるからさ、湯入れるわけに関してで締めます。はい、で15分待ちましょう。はい、15分です。はい、ということで15分経ちましたので開けてみようと思います。まあね、このおにしはね、まあ、過去にもねやってるんですよ。美味しいんですよ。まあ、なんか半分開いてましたけどね。ほらほら、いい感じでしょね。ちょっと柔らかいかな今日。水多かったかな、もしかして。
ちょっと柔らかいかな。水多かったかもしれない。注水線ぴったりにしたつもりだったけど、ちょっと勢い余って多かったかもしれない。まあいいや、こんな感じでね、そこにお湯が溜まってるとかいうことはないので、少なくとも全部吸い込んではいます。はい、結構ね量が多いんですよこれ。ちょっと開けとこうかな。でカレーを今日はいただこうと思います。よいしょ。これね、さっき温めたんだけど、もうちょっとぬるくなっちゃったかな。これ別に鍋敷きじゃないんだけどちょうどいいね。はい、ということでいただきます。このね、稲葉の深煮込みカレー、中辛、美味しいですね。美味しいです。十分、十分。何に似てるかってよくわかんないけどね。まあ、よくあるレトルトカレーの味。十分美味しいです。まあ、こういうところで食べると何食べても美味しいんだけどね。ではね、ロープ巻く時の、しまい方、片付ける時の、こういう風に端っこを持って、これもね適当なんですけど、ね、端っこなるべくこう、まあいいやどうでもやってるとそのうち分かってくるんですけど、で、直径がもう5ミリとか6ミリとか1センチ内で、長さもまあ5メートルとかね、6メートルとか10メートル以内ぐらいだったら、多分ね、このやり方が一番簡単じゃないかなと思うのは、ある程度こう長さがね、最後が来るところまでやったら、さっきのこの端っこね、ここを、持って、で、そのもう一頭の端っこの方でぐるぐるっとこう巻いてやります。巻いてやります。で、この こいつの、見えにくいかな、こいつを引っ張ったら、ここのループにつながってるので、ここのループが閉まるところ、ね、ここに端っこ入れてやって、で、引っ張ると、よいしょ、抜けないというふうになります。ほどくときは、ここを引っ張ってやれば、簡単にほどけるということですね。はい。これ一番簡単じゃないかなと思います。ポイントっていうのはないんですけど、まあ、何回かやってるとね、最初に、ここの端っこを持つときになるべく長く持たない方が、こう引っ張った時にダラーンとならないぞとか、まあ、コツっていうかね、まあ、より綺麗にしまうコツなんかはね、身についてくるとは思うんですけど、まあまあコンパクトになればいいんでね、こんな感じです。はい。でこういうね、使ったやつね、縄ばしごで、こういうの持って帰っといたらね、いい薪になりますので、ね、もともと倒木、倒れて乾燥してるやつですから、言ってもね、多少ね、やっぱ水分含んでるんでね、さらに乾燥させた方がベストではあるんですけどね、まあ、山も景観も良くなりますし、なんか散らかして帰るのが一番良くないんでね、こういうのは持って帰った方がいいと思います。